完全に花見やん。東洋大学駅伝部と駅伝部とは分かれてないけど、短距離は実は仲が悪かったんじゃないのか。それやっちゃう。パンドラの箱を開けるかなって思って、いつも我々、うん、東洋大学のネタをこういっぱいむしってきましたけど、はい、まあ、あのいつ酒井監督に鉄砲で撃たれてもおかしくない、おかしくない、うんうん、状況ではあるんですけれども、今回も銃口ぐらい向けられる。嘘です、心配しないでください。東洋大学陸上短距離総主将、長距離の主務、下っ端てっぺんてっぺんがいるわけです。だから言葉の説得力は、総主将やってて一番大変だったなんか仕事とかある？あ、待って、題材変えてきた。ちゃん大変だった仕事、マジで強いて言えば基本何もしてないですけど、名前だけの総主将だった。前カレ前忘れちゃったんですけど、最後じゃあ総主将の人だけ。あっていうところで、結構触れちゃいけない内容っていうところでもあると思ってて、はい、いろんな大学の人と絡みあるんだけど、話すと長距離誰も名前知らないみたいなとか、長距離のやつらマジ陰気やなっていう短距離もいれば、短距離の威張ってる感じめっちゃうざいわっていうのを、まあ何大学って言いませんけど、そういう話を聞くのよ、聞くの。 あるね。大学だけじゃなくて、多分強豪校で言ったら高校でもあると思う。だってさ、ちょっとまた話ずれちゃうけど、最強高校でさ、長距離も強いわけじゃないですか、県内で。そうね、分かれてるわけじゃないですか。ああ、そうね、部活はもう完全に駅伝陸上みたいな感じ、感じですよね。インターハイとかは一緒に戦っていくわけですよね、一応。あ、一応学校としては一緒だけど、その待機場所、はい、テントは多分別で、あ、もう確か作ってたはず。もうガチの別なんだ。もう別もん。それだとまた話違うね。違ってきた。東洋も、まあ、同じ量だけど、そんぐらい多分分かれてるって言っても過言じゃないと思う。なので、思ってたこと言っちゃっていいの？これ言っちゃっていいっすよ。俺いいっすか？むしろ俺はそれしかないかもしれない。ダッシュで行こうぜ。短距離の話なんですけど、2人の男が寮にいて、毎回大声で歌ってんのよ。相当迷惑。夜、夜中、やば、相当迷惑してる。2人組だよ、男で。風呂行ってもカラオケしとんのかお前はくらい歌ってるし、トイレ行ってもそいつら大体いるんだけど一緒に歌ってんのよ、ビーズとか。結構ね、その印象で短距離はなんか何なんっていう風にはなってたのは事実。事実。その2人がお前らだ。最後までご視聴ありがとうございました。お前らで。マジ？あれ何なの？ずっとそれやられてると、もう逆に あいつらかみたいな。なんか可愛いやつらだ。嬉しい。嬉しい。言うてそれさ、やったのさ、小田さんの部屋子になってくるだから。それやったのって自覚もある。ある。多分2、3、4の時で。ああ、そうだ。ああ、それぐらいか。部屋でやればいいのにさ、廊下でわざわざさ。廊下響きますからね。気持ちよくなっちゃう。ちなみに。その話なんだけど、僕と小田さん、ほぼ毎日言ってるけど、一回しか怒られたことない。あ、そうなんだ。怒られたっけ？怒られた。それ誰に怒られたの？しかも どういうタイミングで怒られたかっていうと、クゼロで僕と小田さんが悪いんですけど、風呂で歌いながら走りますから。なんかね、流れるフィルターって言いながらこう、パジャマでやる。ちょっと覚えてる。あったかもしれない。そしたら、総理さんってあのマネージャーの方いるんだけど、わーってなってきて、偉い人来てるからやめろって。ちょうど多分下なのよ、はい、受付が。プロのね。それだけ。なんか絶妙なんだよ、ね。なんかいや、これ理由で怒るエネルギーも使いたくねえ。絶妙ない。それずっとやられてて、もうなんかもう定着化して、とうとうなんも誰も思わない。このまま吉さんに聞きますけど。それだけ？あと全然突っ込んでないよ。じゃあ結構突っ込む。いいよ。朝練長距離はまあ大体4時半から5時開始ぐらいでやるんだけど、まあ、結構みんな朝練で疲れて、そのぐらいの時間にすーげー寝癖作って、短距離が食堂に現れる。で、食堂に現れて、その俺らが食ってる量飯を食うわけでもなく自分で料理しだすくらい守って。絶対〇〇さんじゃない。のなんか割とね、長距離の量飯ってやっぱり味というよりかは栄養面を考えて作られてるから、まあ、今日はちょっともう味薄めだなみたいな、あーって思いながら、短距離のその何作ってるのかなっていうのをパッて見ると、めちゃめちゃ美味しそうな生姜焼き作ってる。あれはやめていただきたい。ちなみに今のところめっちゃ仲良しですよ。なんかあれ来るかなって思ったんですけど、朝練ってワード出てきたから、僕はすげえ申し訳ないなと思いながらいつも帰ってきてたんだけど、短距離は門限フリーの日があるから、あのオールっていうか朝まで遊ぶ日がある。もちろん練習ない日ね、次の日ない日にこう遊んでんだけど、帰ってくると長距離 100% 朝練してるわけですから、とんでもないスピードで。あったー。 そこをこう長距離見られないように寮に入ってくる。誰にもバレないように入ってくのが、マネージャーの仲いい先輩とかは、
言うやん、あすみみたいなみたいな言うんだけど、俺が1年で4年とかの先輩に会っちゃってございますって言ってももう無視よ、多分嫌だったろうなって思うし、俺も申し訳ない気分で。ちなみにこうやるけど全部バレてる、全部バレてる。ああ帰ってきたら、帰ってきた時のその気まずいのも伝わってる。次短距離攻めいくか。短距離攻めか、ダッシュで行こうぜ。僕はちょっと言ってください、言っちゃってください。1年生2年生って上の方ちゃんと挨拶しないと。ああそうです、おはようございます、こんにちはみたいな。今もなってんのかな。だから変わりそうだよね、歴史は。緩くなってそう、勝手なイメージが。なんか結構ガチガチな時に入ってるから、短距離の人も超熱だった。うっす、うん、長距離なんか言ってなんか空気抜けたみたいな。歩み寄ってくれなかったからそれは1年生の時ひしひしと感じてました。あ、これちょっと区別というか、ちょっとなんかまた別物なんだろう。でも3年間一緒だもんね2人ね。僕はよしきさん2年間で、小田さんも3年間ですけど、逆にさ、やっぱり時間をさ経てば、やっぱりみんな仲良くなったり、まあ結局ね仲良くなったりするケースが多分多いと思うんだけど、やっぱ入りたてっていうと、よしきさんの時に小田さん入った時、やっぱりさ飛び抜けて早いわけだから、まあ小田さん来るっしょみたいな、多分多少はなってたんじゃないの。なってないね。なってないんだ。なってなかった。言いたいことは分からないけど、その感じになったのは桐生の時だけ。うわ、もう誰が来るのかも分かんないし、あ、なんか入ったんだ、え、あいつどんぐらいなの、10秒5って言ってる、え、10秒5ってそれってどうなのみたいな言ってるじゃないですか、皆さん。僕たちも短距離的に同じで、僕でみんなが多分ブチ切れること言うと、僕試験の日にようやく多分長距離と始めて対面するんですよね。その時に、ハズマって知ってるんだよ、ハズマってあいつらしいんだって。誰いやだからそんなもんなんだよ、お互い。ぶっちゃけ突っ込め合おうぜって言ってたけど、お互いお互いが興味ないから、そう多分なんもないんだと思う。オチを言っちゃおうって思ってるんですけど、今めっちゃ仲いいですよ。そう、でも僕入学する前、やっぱ東洋の OB って山形結構いて教えてくださるんですよ、こういう感じから気をつけな、こういう感じも先輩上下関係あるから気をつけなみたいな、いっぱい言われてたんですけど、その中の一つにマジで長距離キモいから気をつけなマジかかんないのいいよ聞いてて、行ってみないとそれは分かんない。行ってみたら、まあ確かにちょっとしっかり挨拶しなきゃいけないし、決まり事とかもいっぱいあるから、ちょっとロボットっぽいところも分かるけど、このオフの状態、先輩も同期もみんな優しいし、まあ今小田さんさっきの話であったけど、その挨拶返してくれないみたいな先輩も中にはいるけど、よしきさんとかねめっちゃ返してくれるし。へえ、俺返してたよね。多分よしきさんとそんなにそもそも話したことがない。あ、そうだね。そうだ、本当にここ最近マジで卒業してから。そう、卒業してからだから。確かに挨拶返さないの何なんだろうね俺ね嫌だった、俺も嫌だったから、うっすとかはやってた。ちょいちょいはあるけど、基本的に東洋は仲いい。でも正直、後ろのチャンネル見てくれてる人は、もう俺とヨシキが仲いいから、そんなこと思ってない人もいるかもしれないね。あるんですよね、こういう。あるんですよ、最初ね。いざこざというかね。でも確かにその行為を長距離のやつがやったら怒られるけど、短距離だしっていう部分もあって、ああそれはあるよね。短距離やってる、なんかまあ微笑ましいな、それ長距離やっちゃうと微笑ましいでは済まないよっていうのも中にはあったけど。結局それってさ、決まり事の中でギリセーフアウトみたいないうところあると思うんだけど、バチバチにならないっていう、なんていうの、あ、そうだね、その結局短距離と長距離が対立しない、だって仲良かったですよね。でも小田さんとかめっちゃ仲いいし、むしろ長距離の先輩とか小田さんの同期とかも、まあ、むしろ後輩とかも小田さんみたいな、小田さんみたいな感じで絡んでるのよく見てたから、そろそろ酒井監督に怒られるんで、そうだね確かに今日はこの辺で終わりたいと思いますまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、またのご機会に、さようなら。あ、こっちだ